なんだ、頼んでねえぞ。サービスってやつだ。いらねえよ。そんなものより酒だ。酒持ってこいよ。安心しろ。こんなものは単なる口実だ。お前に食わせたいものは別にあるんだ。もちろんサービスだぞ。なんで？お前誰だい？店員じゃないな。さっきグラス落っことした。間抜けな酔っ払いじゃねえか。自分から呼んでおいて釣れないな。お嬢ちゃんの後始末ができるやつを探してたんだろう。お姉ちゃんじゃなくて申し訳ないんだが、ま、お兄ちゃんが来てやったってことで勘弁してくれよ。なんだと？さて、後始末とやらを始めようか。遅くなってごめんなさい。お片付け終わりました。ご苦労様。あれだけ飛び散ってたんだから少々時間がかかるのは当然さ。謝る必要なんてないぞ。いえ、お片付けはそんなにかからなかったんですけど、お客様が一人倒れてしまって、救急車を呼んだり担架で運んだり、お店の中が大騒ぎになっちゃって。その急性の急性アルコール中毒。そうです。そんな風に救急車の人が言ってました。そうか。お客様、私さっき足を踏んづけてしまって、すごく怒らせてしまったんです。きっとその時はもう体の具合が悪くてとても気分が悪かったんだと思うんです。そうかもな。すごく悪いことをしちゃいました。でまた店に来てもらった時にでも体の具合を聞いてみたらいいさ。はい。おや、昨日よりちょっと大きくなったんじゃないか？本当ですか？本当だとも。そうだ、お菓子でも食べるか？でもいただけません。さっきまで雑巾がけしてて手が濡れたままなんです。すっかり忘れてました。ほらよ。でも今度はなんだ？さっきまで雑巾がけしてたんです。私汚いです。せっかくのハンカチを汚しちゃ。汚くなんかないよ。なわけないだろう。ったく手間かけさせやがって。もう一方もさっさと出せったら。はい、すみません。綺麗ですね。ほら、済んだぞ。これでお菓子が食えるな。ありがとうございます。何か嬉しいことでも思い出したのか？はい。そりゃよかったな。きなだけ食え。少し待ってください。食いにくいだろうが。何か文句でもあるのか。いえ、とっておきの食べ方があるんです。宗一さんにも知ってほしくて、もっと美味しくて、もっと幸せになれますよ。どうするんだ？こうします。で食べるよりずっと甘くて美味しいです。だろうな。一度にたくさん食べると口の中いっぱいが甘くなって、すごーく幸せな気分になれるんです。じゃあ3本だったら。そうか。もっと幸せです。じゃあ4本だったら。よかったな。もっともっと幸せです。じゃあ5本。そうか。言葉にならないくらい甘くて美味しかったか。っておい、しっかりしろ。勝手に行くんじゃない。俺を犯罪者にする気か。こら、悪いが飲み物は持ってきてないんだ。自力で復元してくれ。人騒がせなやつだな。質問は4本までしか試したことなくて、今日はついうっかり。分かったよ。全部言わなくていいさ。さっき俺が大きくなったんじゃないかって言ったからだろ。すっかり大きくなった気がして嬉しくなって、今なら何でもできるかなって思って、ついうっかり挑戦してしまったんだろ。惜しかったな。もうちょっとだったのにな。途中まではすごく甘くて、もうちょっとでした。あとほんの少し大きくなったら、今度こそはきっとまた挑戦してみます。挑戦するのは勝手だが、一人で試すんじゃないぞ。宗一さんはもう食べないんですか？きっと宗一さんだったら10本、いいえ20本食べちゃっても大丈夫だと思いますよ。きっとすごく甘いんでしょうね。とっておきの食べ方を試したくてたまらないんだが、あいにくさっきつまみを食いすぎて腹がいっぱいなんだ。そうなんですか。今度試してみるよ。それよりお前はもういらないのか？あ、じゃあそのお菓子よろしければあと少しだけ分けていただけませんか？友達にも取っておいてあげたいので。友達？はい、まだ眠ってるんですけど、とっても仲良しなんです。そうだ、宗一さんにも紹介しますね。紹介しますね。紹介するって言っても、お前の後から誰も降りてこないじゃないか。起こし損ねたんじゃないのか？きっとまだ部屋で眠っているぞ。どうせ寝起きの悪いやつなんだろ。はい、ぐっすり眠ってます。だから宗一さんももう少し小さな声でお願いします。あの、できればなんですけどね。ん？はい、どうぞ。おい、菓子箱の中にネズミが巣を作ってやがるぞ。捨てるか？ダメ。人のお友達なんです。なんだって、ネズミはゴミ箱じゃなくて焼却炉に入れなきゃダメだって。それもそうか。ダメダメ。ネズミじゃないです。私の。分かってるさ。お友達なんだろ。ちゃんと聞こえてたさ。よかった。よかったね、すまま。すまま？お友達の名前です。寝ている間に私が勝手につけちゃったんですけどね。気に入ってくれてるのかな。そいつに聞いてみたらいいじゃないか。でもスモモは拾ってから一度も目を覚ましたことがないんです。冬の間からずっと眠ったままで。実はネズミの干物だったり。違います。ちゃんと息はしてます。ゆっくりですけど。じゃあ寝たきりネズミってやつかな。最近社会問題化してるらしい。そうなんですか。仕方ないな。こうなったら叩き起こすしか。ダメっていうのは冗談で、多分こいつ冬眠してるんだと思うな。冬眠？動物の中には寒くて餌の少ない冬の間ずっと眠って過ごすのがいるんだ。ネズミが冬眠するとは知らなかったけど、多分間違ってないと思う。じゃあどうしたら目を覚ますんですか？そうだな、焼却炉で軽く炙ってやれば。ダメってわけにはいかないだろうから、このまま気候が暖かくなって勝手に目を覚ますのを待つしかないな。もうそんなに時間はかからないだろう。じゃあ痛いことや怖いことしなくてもいいの？まあな、少し残念だが。よかった。よかったね、すもも。もう少しだって。もう少ししたら会えるね。そしたらいっぱいお話ししようね。だからね、早く目を覚ましてね、すもも。スモモか。どこで拾ってきたのかは知らないが、変な生き物だな。名前もさらに変だろうな。スモモみたいに丸っこいからか。これ内緒なんですけど。誰にも言わないさ。店の余ったゴミを近くの公園にこっそり捨てに行かなきゃいけない時があって、でも決してご迷惑にならないように隅っこに穴を掘って埋めているんですけど。どうしてそんなことを。で、そうか、この地区もゴミの減量化には積極的だからな。飲食店から出るような事業ゴミも最近はさらなる減量化を目指してるとかで排出規制が厳しいと聞くし、追徴金を免れるためのしわ寄せが従業員に来てるわけか。ご苦労なこったな。あ、はい。まあいい。それで？それで、いつも公園の隅っこのスモモの木の下に埋めているんですけど。うん。去年の暮れだったと思うんですけど、いつもみたいにそこを掘っていたらコロコロと出てきたんです。こいつがゴミの中からか。はい、スモモの木の下から出てきたから、スモモって名前をつけてみました。やっぱり変ですか。ゴミの中から出てきたネズミにはもっとふさわしい呼び名があるように思うんだが。もっと素敵な名前ですか。素敵ではないけど的確ではあるな。何ですか。一般的にドブネズミって言うんだ。やっぱり捨ててしまうか。変な病気でも持ってたらまずいしな。そうしような。うん？ネズミじゃないもん。お友達だもん。ネズミじゃないもん。ネズミじゃないもん。ネズミじゃないもん。ネズミじゃ。分かったよ。だけど触った後はちゃんと石鹸で手を洗うんだぞ。それからくれぐれも噛みつかれないようにな。手を洗ったら一緒にいていいの？ああ、だけど店の人間にはあまり見せない方がいいと思う。本当に一緒にいていいの？本当だったら。だからおとなしくしててくれ。よかったよかったね、スモモ。一時はどうなることかと。ほら、せいぜい仲良くな。ありがとうございます。どうした？嬉しくないのか？ね、私冬の間ずっとスモモが目を覚まして。私のポケットをお家代わりにしてくれたらどんなに嬉しいかなって、そんなことばかり考えていたんです。でももうダメなのかなって思ったら悲しくなってきて。くだらないですよね、やっぱり。そんなことで落ち込むのがくだらないって言ったんだ。檻の中でしか飼えない猛獣ってわけじゃないんだから、一緒にいられるようにする方法はいくらでもあるさ。じゃあ。そんなことよりもそいつに嫌われないようにすることの方が大事だと思うぞ。懐いてくれないと目を覚ました途端一目散に逃げ出してしまうだろうからな。そうでした。ここは少し寒いから、寒い思いさせて嫌われちゃダメだから、お部屋に戻してきますね。それがいいな。もっと言えばお前もそろそろ戻らないといけない頃合いだと思うが。あ、すっかり忘れてました。私お店に戻らなきゃ。でもまだ何かあるのか？宗一さんはお店に戻らないんですか？お片付けはもう終わってますし、ここ寒くないですか？いいから気にするな。でも宗一さんを置いて私だけ戻るというのは、その従業員として。ほっとけ、こっちの方が俺は落ち着くんだ。さっさと店に戻るぞ。何グズグズしてる？